のが坂口健二です。どちらのようなどうなのよ。成長って様々ですね。世界で活躍する超凄腕マジシャンの登場です。今日はですね、はい、世界的なマジシャンの方に来ていただいております。この方です、どうぞ。ご紹介しましょう、はい、小川修斗さんです。今アメリカで大活躍の小川修斗さん、世界中のマジシャンがリスペクトしてやまない凄腕マジシャンなんです。よろしくお願いします。じゃあもう一度拍手お願いします。お願いします。はい、じゃあ、いろいろお手伝いいただきたいと思います、はい、まずですね、スギちゃんに右手を出していただきたいんですけれども、はい、ロープを使ったマジックです。じゃあ右手の手のひらを上にして出してください、はい、これからまずロープを、ギュッと握ってください、はい、そして握ったら手を返します、はい、これから、このロープの真ん中を使うんですけれども、これで輪っかを作ります。これ多分皆さん見やすいと思います。小さな輪っかじゃなくて比較的大きめな輪っかなんですけれども、この状態で、この中心をですね、僕はつまみます。つまんだ状態でギュッと絞ってあげて、ゆっくりと指を開くと、あれ、結ばった。これ思ったより地味な現象なんですけども、地味な現象なんですけど、ちょっと分かりづらかった方なんで、もう一回やってみます、はい、この状態でこう絞ってあげたら、ギューッと持ってってあげて、あとはこうすると、あれ、ほら、すごいおかしい、これおかしいでしょ。おかしいよ。でもここが怪しいと思ってる人多いんですけど、実際に怪しいのはスギちゃん、見てください、何がどっかおかしい、一般人の宇宙。実はスギちゃんがおかしいんじゃなくて、スギちゃんのおかしいんじゃなくて、この手の中がね、ちょっと怪しいので、ちょっと手を楽にしてください。そうすると、さっき輪っかって言いましたよね、こうするとほら、あれ、輪っか少し大きいんですよ。取れた。タレントらしからぬリアクションですけど。すごい、何これ。そう、この今度は輪っかとこのロープを使って、はい、続けたいと思います、はいはい、じゃあこの手を開いていただいて、うん、いや汗かいてます、大丈夫ですか。この失敗が増えそうです、はい、このまま手に置きます、はい、今度は手を開いてもらって、うん、こちら側に持ちますね、はい、こうすると両側の端がちょうどバランスいい、少し高めに持ちます、はい、あと輪っかを使って、それから少しリラックスしてさ、持ってみましょう。はい、じゃあいきます。この状態でこの輪っかをかけますので、そしたら、スギちゃん右手をですね、ゆっくりそのまま下ろしていってください。そのまま下ろしていっていいですよ、下げてって下げてって、はい、あとはこの状態でこうすると、スギちゃんです。すげえ、なんで。でも実はね、これ全部人の錯覚を利用しているので、こう話してる間にも準備をしてます。例えば普通だったら当たり前に見えますけども、よく見てみるとこれ普通じゃないです。例えばこれ端が何本に見えますか。ちょっと待って、びっくりした。そう、これおかしいでしょ。そう、そう、1本のロープってのは普通端が2つですよね、これなんか、なんか絶対おかしいでしょ。そう、絶対おかしい。このね、例えば端をつまんで、はい、こう引っ張るとゆっくり下に降りてきます。ほら、こうするとこちら移動するでしょ、こうするとこちら短い端があります。そしたらここつまんでください、スギちゃん、完璧です。こうすると短い端が今度2つ、あれ、そろそろ素で驚いたのね、この辺ね。リアクション全くこの辺ないです。ここか。そう、こうすると2本のロープになったように見えますけど、これね、実は短く見えますけど、こうすると長いロープ。あれ、おかしいでしょ。じゃあすいません、これ調べてもらえますか。ただ今日はちょっと巻きでやらなきゃいけないのでね、そういう感じで。見せてよ。本当に調べても全く問題ない、そう、何にも教えてないこのロープ使ってます。こちらの長いロープと、それからこの短いロープ、これをつなげます。つなげるといっても特殊なつなぎ方ではなくて、はい、普通に結ぶだけでいいです、はい、ちょっと特殊な結び方。そしたらスギちゃん、最後、はい、これフィナーレです。手を出してこの中に握ってもらいます、はい、で手握ってください。こうすると今全てのこの秘密がスギちゃんの手の中にある状態です、はい、そしたら少し高めに持ちましょう、はい、よく見てください。そしたら手を少しだけ楽にしてください。ただ楽にした時に手を開かないんだけ気をつけて、楽にしてください。あとはゆっくりとそのまま手を返して、手を返して、そして最後にゆっくり開くとロープ元通りということで、スギちゃんでした。皆さん、こんにちは。